はい、カイジの兵藤会長ね、厳しいこと言いますよね。命は粗末に扱えとかね、粗末に扱っちゃダメじゃないかみたいな感じがしますけども、私はね、これ粗末に扱えっていう表現はちょっと鋭いんですけども、でもね、同じようなことを意味する意味で、私は全ベッドっていうね、言葉を速稼塾の中に設けてます。要するにね、命を大切に使うってことはきちんと勝負しなきゃダメだってことなんですよ。ここはしっかりと自分の命を燃やし尽くしていくところ、もうね、一かけらも残さないぐらいここにベッドしていくことなんだって意味なんですよ。だからそれを客観的に見たら粗末にしてるって言いますけども、その勝負にはあらゆるリスクヘッジがあるんですよ。リスクヘッジをして勝負しているから無謀に見えるけども勝てるっていうことなんですよね。で、逆に言うとね、その多くの方ってのはその命をね、小売りしすぎなんですよ。すごくね、細かく分けてちょっとずつベッドしてるんですよ。で、そこのちょっとずつみんなベッドしてくるもんだから、私みたいなのがドカンといったらみんな勝てるんですよ。だから、ね、勝負がしょぼいんですよね、何にしても。なんかね、いまいち本気で乗り切れてないっていうかね、本業も副業みたいにやってるし、副業もいい加減にやってるし、でどっちもうまくいかないみたいな。で、私の場合は、まあ、自分の例を出して恐縮なんですけども、麻雀店が本業だったはずなのに、副業たるものがね、ものすごくパフォーマンス出すわけなんですよ。で、しまいには本業がなくなってしまうぐらい副業を本当にやるみたいなね。そんな感じで、全てのことに対してもうね、命燃やし尽くして、もうこれ以上できないぐらい、自分の人生もうこれが失敗したらもう後はないぐらいのところまでやるっていうのが、客観的に見たら粗末に見えると思うんですよ。だってね、麻雀店の親父がね、インターネットビジネスみたいなわけのわかんないのに拒否を投じて東京に通ってみたいなことをするんで、一見自分の時間とか命とか会社とか社員っていうのを粗末にしてるにも見えますけども、最高のパフォーマンス出してるっていう図が私には見えるし、リスクヘッジを何重にもしてるわけなんですよ。で、結果的にこうなってるってことなんですよね。今考えたら本当に無謀だったなと思いますけども、無謀に行かないといけない時にも人生の中にはあってですね、絶対に勝たないといけない時っていうのは、それこそね、負けたらもうね、嘘の人生、要するに自分じゃない人間を演じて一生終わっていくっていう風な覚悟がいると思うんですよ。まあ、だから私はね、不本意な人生を送るぐらいなら、それはね、死んでる人生ですよ。そういうふうに思って、じゃあ心の底から自分自身の人生を生きるために勝負していったってことだと思うんですよ。で、カイジの作品には敵たるね、支配者、世の支配者ってのがものすごくいいことを言う場面がすごく多いんですけども、でもね、やっぱりその世の中を支配できる人って、当たり前のことを当たり前にやってきて、まあ生まれ持った運もあるけども、運をちゃんと使うために自学自習して自分を鍛えていって、時には非情になり、時には愛情深く、そういうふうなことを繰り返していって勝ち抜いていったってところを見ると、やっぱりね、そのカイジって作品に出てくる、いわゆるお金がなくて借金にまみれてる人ってのは、どう考えてもダメな人ばっかりなんですよ。ダメな人ね。だって支配者はちゃんとやることをやって、額を蓄えて、上位下達で上の命令をきちんと聞いてね、結果を出しながら昇進してくるわけなんですよ。ね、なんかその利根川さんっていうのが幹部なんですけども、そのね、ライバルになんかもう一人いるんですよね、黒崎さんっていう人が。で、結局利根川さんは勝負をしまくっていって、結果的に開示に負けた時に責任を取らされて左遷されるという。それで、もう一人のね、もう一人の人が忘れてた、黒沢さんでした、黒沼さんじゃないか、そういうのが台頭してくるっていうのが、パチンコの沼っていう、まあ、ストーリーだったりするんですけども、結局そのね、かけてきたんだけども、負けたら敗北するっていうことをきちんと覚悟してやってるんですよ。派閥争いに負けて、その派閥ともども、もうね、窓際に送られるってことも覚悟して、一回一回本気で勝負してるんですよね。負けてもいいや、じゃなくて、勝たなきゃダメなんだっていうね、そういう言葉が、利根川さんの一番最初のSPRの言葉が、ここに、伏線としてね、回収されてるんですよね。ここを読み取れる人と、なんとなくその時その時の言葉に感動する人と、いろんな感じ方あると思いますけど、私はですね、やっぱりね、回収する時が来ると思うんですよ。だって幼い頃に私たちは何事も適当にやって、いい加減にやって、負けてもいいんだみたいなことはね、全然教わらなかったし、自分自身もやる以上はね、一生懸命やりたいなとか、自分の思った結果を出したいなと思いながら少年の頃って過ごしてるのに、なぜかね、大人になると負けることに慣れるんですよ。負けることに慣れてませんか、で、自分が得られないことにもうね、慣れちゃってるんですよ。どうせダメだろうみたいなね、どうせ本気でやってもダメだから本気でやらないみたいなね、そんなことになってしまってるんじゃないかなと思います。アフィリエイトっていうのは、私がね、どういう気持ちでやったかっていうと、精一杯やってダメだったってことが分かるだけかもしれないと思いながら、もうね、加速度をつけて、どうせのんびり生きてきても破滅するんだから、もう自分のね、自力で勢いをつけて壁にぶつかってやるみたいな勢いでやるわけなんですよ。でも、こういうふうな命を一見粗末に扱うようなことをやらないと、やっぱり我々凡人なんでね、
ちんたらちんたらやってて結果が出るわけないんですよ、うん、それこそ片手片足をなくすぐらいのことをやっても十分ね自分の人生を買い取りに行くのにはお釣りが来ると思うんですよね。皆さんどうですかね。本気で生きるとかね言いますけども本気で生きてますかね。その程度で本気なんでしょうか。私はこれね本当にね目の前に、本気の面談者がいるときは同じことを言うんですけども、本気でその程度なんですか。だったらもう諦めてくださいとね、下手にねビジネスがどうとか副業がどうとか投資がどうとか言ってそんなねことをちんたらやってるんだったらもう諦めて今支配されてる人間のまま行けばいいんですよと。それが嫌なんだったらもう一発ねもうやった結果破滅するだけかもしれないと、何も得れることがないって分かるかもしれないと、やっぱり自分の力じゃダメだったと諦めるしかないかもしれない。でもそれに向かって1ミリもエネルギーを残さずにねやりきってみませんかってことはねお伝えして、私のねコンサルにしております、それではね今回は以上です。